うわぁ。マザー1のあそこにそっくりじゃない？まさに今日話題に出したさ、ダンカン工場？待って待って。強さ、もう一回おさらい。一応大丈夫だね。ナータリーがサイコポイント、不安があるぐらいか。でも一発撃てるからね。うわぁ。月プーマデン様の大好物のハイミツを持ってきたのか？はい、よし、通れ。こぼさないように気をつけて行けよ。よし、嘘はついてないからね。すんげえついてくる、すんげえ後ろから、すんげえついてくるじゃん。うわー、この先なんかあんだろうな。だから試練なんだろうな。前のオーガスタがさ、挑んだあのイエローブリックロードの試練のようにね。どうするよ。だから、一応 PK フリーズは想定した PP を残してるけど、ファイヤーが6。じゃあアルテミスに頑張ってもらうしかないのかな。アルテミス行け、お前も来い来い来い、カモンカモンカモン、みんなみんな集合集合。みんなこれ全員集合。さっき言った、なんで行ってみよう。 PSI、人数がやばいだろう。ファイヤー、あーあー、そういう感じなのね。あーずるいの。じゃあオーガスタさ、ちょっとガードにしようと思ったんだけど、ロケット撃ってもらおうかな。ロケット撃ってもらっちゃおうかな、 A 君に。いやガードだな。アルテミスが決めてくれる。決めろ。2匹残った。アルテミスに来る分には全然。風邪をひいた、風邪ひいてまんねん。そうだな、じゃあちょっと2人でこっち行ってくれる。サンキュー。すんごい経験治療。もういない？よし、もういない。おおお、やってやった。ちょっと待って、その前に風をね、直したい。ヒーリング治った。そしてオーガスタのお父さんが入ってんじゃない、ここ。じゃん、ボム。いいじゃん、いいじゃん、じゃんじゃじゃんじゃん。そしたら殺虫スプレーをこうして、でナタリー、ん、ちゃんとボムどこ行っちゃった。ボムを、オーガスタ、うん、うん、で、その殺虫スプレーを、アルテミス。はい、OK です、 OK です。うん、うわデヘラ、強そうだな。かわいい、ひょうきんな顔した子はね、マジ警戒しないとね。じゃあここはさ、ナタリーちゃんガードで、オーガスタが男らしいとこ見せるか。なんせオーガスタは一人で、いや失礼、バルーンモンキーとどこに来たんだもんな、ここにな。あ、やるじゃん。サイマグネット、やめろ。オーガスタ、お前さんが受けろ、それ、サイマグネット。オッケーオッケー。うわ、急に湧いたよ、そのパズル玉みたいなやつ。じゃあ、向こうがそっち系だったら、こっちだって、張って張り返し。いけー !3。マザー1を思い出すね。うわー、待ち構えてるよ。さすがにはしごを上り下りしてるときは来ないんだろ。それさ、
それどっちの扱い？それケツ、一応ケツはケツなんだけどさ、そればっか、そんなに来ちゃう？ちょっと待って、一旦それずるいよ、そういうのね、僕ね、許さないよ。そういうさ、缶切り、目開けた途端さ、缶を蹴るみたいなさ、絶対許さないからな。何匹？でもこれはしょうがないな、これテーブルズしかないな。んで、ちょうどファイアーできるようになったしね。オッケー、はい。よろしく。これで一層だ。大人気。サンキュー。2600ですよ。普通の敵よ、これ。PK テーブルの新しいの覚えたよ。19歳。また新しいの覚えた。使って行けと、今後。必要になりますよ、ということだな。そういう感じ？困ったな。まあ、2匹だったらいけるか。2匹以上いるよって。2匹以上いるのか。2匹以上いるのかな。さっきのように、前をね、降りた瞬間前を向いてくれるんだったらいいよ。さっきみたいに。でもさ、すんげえがっつりさ、食い気味にさ、はしごのとこに来てるやつがいいんじゃん。そいつのせいでさ、バッカアタックなんないこれ。信じるよ。バッカアタックなってね、大丈夫か？これちょっと詳細見たかったな。詳細見る前に撃っちゃう？詳細見る前に撃っちゃおう。な。テーブルベーター、いいタイミングだったなぁ。ということで、改めまして、テーブルは、約180。こんなに上がっちゃうの？しかも、PP もそんなに変わんないっていうね。続きまして、ナタリー。約80が、160倍です。消費 PP も倍になるけれど、これで1ターンで済むんだったら全然違うもんね。これを使うってことはさ、集団だっていうことだからね。集団ってことはさ、被ダメージ、被弾率が上がるどうするよ。もうないよ。どうすんの？ないよ。ないんだよ。どうすんの？廉価版とか、あ、やってみる？廉価版。で、ここは遠慮せずボム、いっちゃっていいよ。どうせ、あれだもん、もらいもんだしね。うん。サンダー！ 113。まあまあ、一匹倒したのはでかいよ。20、おー、やっぱりね、ピンポイントで来るのよ。だ、悪いな、オーガスタは力ではナタリーより上なの知ってんだけど、妙にね、オーガスタに来るからみんな。物理ダメージ系が。ほら。サンキュー。消耗したな。でもこの消耗の分、ほら2つだもの。適当じゃないという気がしてるんだよ、分主は。あの数ね、量ね、待ち伏せ系はね。もちろんランダムな敵もいますけれど、それに見合った報酬が IQ カプセルナタリー。おお、 IQ カプセルとはその読んで字のごとく。説明、飲むと IQ が上がる。 IQ つうのが基本的にはサイコポイントと
結びついているんであれば、ナタリーにあげようか。オーガスタ20。いいよ、ご褒美。これはもうご褒美です。使う。ナタリー。1上がった。おめでとう。さらに、忘れていましたけど、アーモンドモナカっていうのが説明。土星さんの大好物、割と美味しかったです。何？誰が食べた？食べると約100。100だってさ。じゃん、壊れたレーザー。いい名前だね。よし。うん、微妙に消耗してるのが気になるな。ちょっと全体魔法が打てねえから、ここはケチらず回復してあげよう。なんで、オーガスタだな。オーガスタにそのカロリーブロックお願いします、ね。で、あとはアルテミスのね、スマッシュに期待ですよ。最近見てないよ。アルテミス、最近、君のスマッシュ見てないよ。お、いるじゃん。ちょっと待って、その前に下に2匹のタワケがいる。問題なし。え、マジで？あー、ほんとに？ 2 個2個。くたびれたでも大丈夫。逃げろー。いた。まいったなー。でもやるしかねえなー。 PP 欲しいぜ。ぐちゃ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 、絶対強い。絶対強い。逃げてえな。PP 持ってね。空振り。いてえ、その。空振りてえ。発射。効果がない。逃げよう。これ逃げよう。PP 持ってねえとは、これは逃げよう。逃げてくれ、頼む。これ全滅もあり得るよ。状況によっては。次逃げらんなかったらもう頑張るしかないか。頑張るしかねえんだな。逃げられない説で、あの涙状態っていうのは多分だけれどマヌーサ系だと思うんだよね。42、61、強っ。パラライシスに弱い。
おめでとう。一気に15。もう一匹いるぜ、向こうに。とりあえず、見た目がさ、なんだっけ？オエップだっけ？にそっくりだからさ、警戒していこうよ。カロリーブロック。ぐちゃぐちゃに合ってしまった。ありがとう。願い事リストに入れていてよかった。スマッシュ最近見てないよ、チンチンみたいなね。スマッシュまだって出してくれた。催促してごめんよ、アルテミス。パズル玉出てきちゃった。できれば PP 使わずに倒してほしいな。ガンガン上がります。 HP14 助かる。テフテフ、これで27、33、全然違うよ。オーガスタをやって損はないと思う。んで、うわー、いるなー、来てほしくねーなー。来てるなー、来たなー。全員一匹足りねーよ。ここはさ、テーブルがいっちゃう？で、なんで強いテーブル打ってるから、ここはこのフリーズをぐちゃぐちゃにやってもいいな。で、オーガスタはガードで。で、仕上げ。固まった。強いな、フリーズ。仕上げのアルテミス。サンキュー。んで、まだいるでしょ。何？スリークに送り込んだゾンビをやっつけたのお前たちだったんだな。セリフ付き、ちょっと待って、セリフ付きってやめてもらいたい。セリフ付きってことはさ、ちょっと普通なんだろ、君、普通なんだろ。セリフもらってるだけなんだろ。ナタリーが動けねえ。サンキュー。一旦待つ。よし、その40が気になるな。カロリーブロックを使ってあげて。サンキュー。あ、試練系ね。お、緑、やった。先生のチャンスだ。マジで？アルテミス君はね、先生のチャンスに弱いからな。まずは、このフリーズにかかってるね。残る？残しちゃう。
残しちゃうタフだなマジで。後列をお願いします。ナイスナイスナイス、サンキュー。そしてオフェンスアップアルファ、ギャンギャン上がってくね。さあご褒美の時間がやってまいりました。ご褒美ご褒美、じゃん、バイタルカプセル。うわー、かつての分主だったらそのまんまアルテミスに使おうと思うんだよね。これあれでしょきっと、そうだな、だからと思うんだけど、ナタリーに行ってみようかな。キーパーソンだもん。1じゃん、カルディブロック、助かる。じゃん、チューチューマシーン、何ですかそれは。オーガスタのグッズ、オーガスタ、お前の大好きなチューチューマシーンが飛び出したよ。オーガスタ自らこれのさ使い方説明してもらいたいね。狙った敵の体力を吸い取る、敵の体力が大きいほどたくさん吸い取る、何度も使える。でどうやって吸い取るの、その名称の通りチューチューするの、相手のどこにそれをくっつけるのなんてな。うわー、ハエはハエ、カレーはカレー、敵は強え。そうだな、まあ大丈夫だな、3人いたらね。でお残しをアルテミスとオーガスタで。ナイス、空振り、あぶね、よく避けた。その1回の空振りがね結構な差を作るっていう。よし、サンキューサンキュー。足元付近大好きの貝が集合してますよ。そこ友の海外、ちょっと緑っ子もいるよ。ちょっと待って、緑っ子もいるんで、緑っ子いると辛いんだよな、打てねえんだよ。今ナタリーちゃん打てねえんだよな、打てねえんだよナタリーちゃん、冷てえやつ打てねえんだよ。でも来てるな、容赦なく来てるな。一体か、誰か祈ってみる。今の何、終わんねえなこれ。これ終わらないな。アルテミスのそのパラライシスはいい仕事、いい仕事してるんだけど。ナイス。ナイス。で、まだだからね、まだ安心できねえよ。ちょっと待って、どさくさに紛れて、一旦、
よーし、湧いてる。危ねえの、危ねえの、本当に。めっちゃ楽しいじゃん。ちなみにだよ、マジで？なんでそんなに優しいの？もう一回優しくしてくれる？なんでそんなに優しいんだ？もう一回優しくしてくれる？後でご請求来る？指名料、サービス料、その他もろもろ、個室個室予約料とか取られない？大丈夫？優しかったな。うわー、いる。だけど PP があるんです。ぐちゃぐちゃに会ってしまった。PP があるんでございます。なんで、テーブル、そうだな、一応リーズナブルだしな。ベストはよ、それでもう終わらせてもらいたいんだけどな。いけ、終われ終われ。効果がなかった、マジで。うわ、応援呼んじゃった。男塾やってきちゃった。終わらなかったか、まいったな。じゃあもう出動だよ、出動。ナイス、ナタリーお嬢様の出動要請を。強えな。でだ、普通にこうやっててもさ、しょうがないんだろ。誰かしら当ててくれたらもうあと一息ぐらいまで来てると思うんだけど、当たんねえよな。じゃあここはケチらずさ、お願いします。お姉さん、サンキュー。15ヒーリング、新しいの覚えたよ。詳細見てみよう。これが風邪、日射病、眠りで、これが A ん？アルファの効果に加えて毒、気持ち悪い、変、涙が止まらないを回復。いいじゃん。5-8ですって。ハエ蜜の配達か。一応合言葉を言え。疑うわけじゃないけどな。3分待ってって、早く言えよ。言えってば。こんなに黙ってるってことはものすごく無口なやつか、敵ってことだ。くせ者。ぐちゃぐちゃ。セリフ付き。よし、うわー、奥から。なんでできればもう一発で、で男たちでハエを。サンキュー。死の淵から蘇った。恐ろしいや。カロリーブロックをナタリーに。ご褒美です、おめでとう。
うわぁ。海外アニメがいるよ。海外アニメ長がいるよ。これがなんだっけ？月プーまでの大好物。お前がアルテミスか。そうか。お前がギーグ様を倒すと予言があったらしいぞ。笑わせるな。こんなクソったりをギーグ様が少しでも恐れているとしたら。世の中鬼にも悪魔もないものか。俺様が今から最悪の戦いでお前を始末してやる。ヘドロまみれになって苦しめ。さあ来い。うわぁ、ご本人登場。ひとまず、これが光の玉とかビアンカのリボン的効果があることを願って、でチェックしとく。いや、とりあえずガードだな。ゲップはハエミツを奪い取った。ぶっぱしちゃう？効果がなかった効果がなかったそうです。24歳、おめでとう。俺との戦いは事実上引き分けってことだな。だがギーグ様が周到に仕掛けた。マニマニの悪魔のせいで大都会フォーサイドはゲロゲロ以上のひどいことになるはずさ。苦しみに行くがいいさ。曲。逃げてったよ、ゲップ。よかった、ポエン。くたびれたですか？そうですか。ゲップゲロゲロの匂いがプーン。おや？温泉に入って体についたゲロを落とせ。じゃあお言葉に甘えて、温泉ゆっくりしろいいな。はしご長くした温泉に来られた。やったー、みんな3人混浴だぜ。よくさ、修学旅行とかって皆さんどうでした？昭和の頃のさ、修学旅行ってさ、その同行しているカメラマンっていうのがいてね、でそのカメラマンがさ、ずかずかとお風呂場入ってきませんでした？それどころか、そのお風呂場に入ってくる理由っていうのがさ、写真を撮るためなのよ。しかもその写真をさ、後日その教室の外の壁にさ貼り出されてさ、1枚うん百円で売るわけよ。でその中にはさ、当然さ、そのお風呂場へずかずかとやってきてさ、撮られた写真まで売ってんの。とんでもねえよなでそのさ、目がどうしてんの？その目が、その中にもしもだよ、ジャニーズのタレントになった人とかさ、それこそ女性のお湯に入ったかどうかわかんないよ、でも時代が時代だったらさ、とか
女性カメラマンとかだったらさ、カメラウーメンだったらさ、入ってるかもしれないじゃん。そうするとさ、あの、なんていうの、なんちゃら、なんちゃら B48 の何々ちゃんみたいなさ、出ちゃうわけじゃん。とんでもねえよな。正直言っていい？うちのクラス掲載されたお風呂場の写真、一人だってさ、あの、男性器写ってたもん。それネガとかどうしてんの？なんつってだ。実話だからね、実話。週刊実話じゃないよ。実話だからね。なにー？来たー！駆けつけるのは早い、聞きつけるのは早い、撮るのは早い、天才写真家でーす。思い出の写真撮っちゃいますね。風呂上がり。チーズサンドイッチ。いい写真が撮れた最高の思い出になりますよ。最低だよ。コーヒーを飲んでってください。はいですか、いいえですか。はい、どうぞです。え、これコーヒー、ちゃんとしたコーヒーじゃないの。なんでこんなサイケデリックな感じになってるわけ。思えば遠くに来たものだ、アルテミス。君がこの長く曲がりくねったワインディングロードを歩むようになったのは、あの最悪の隣人フォーキーのノックの音がきっかけだった。しかし君は歩き続け、考え続け、戦い続けてきた。勇気を失わず、何度も傷つきながら確実に強くなってきた。それにもう君は一人じゃない。可愛くて優しい、しっかり者のナタリーがいる。運命に引き寄せられるように遠い国から駆けつけてくれた器用だが切れ者のオーガスタもいる。どうやらアルティミス、君は何かとても大きな運命を背負った少年のようだ。これから先の旅も今まで以上に長く苦しいものになるだろう。でも君なら大丈夫だ。正しいものと正しくないものとがいて、それが戦ったとして正しいものが負けると君は思うかね。決して失ってはならないもの。一握りの天才だ。いや、それは勇気だ。勇気は最後の勝利を信じることから生まれる。苦しいことも辛いこともまだまだたくさんあるだろうが、そんなことを楽しむくらいのユーモアが持てるのが君たちだ。コーヒーを飲み終えたらまた冒険は始まる。広大な砂漠を抜けて大都会フォーサイドへと君たちは向かう。アルテミス、ナタリー、オーガスタ、君たちにいつも幸運の女神が微笑みかけてくれるように。今何？トリップしちゃった？トリップしちゃった？みんな帰ってきたよ。おかげさまでランランラン。よかった。ということで、ということで、ということで、ひとまずね、今日はいい塩梅、区切り目まで到達できたと思うんでね、ここで終わりにしたいと思います。本日はご視聴ご参加ありがとうございました。またやりましょう。今日は、私自身のコンディションが作れない中、見てくださりありがとうございました。またやりましょう。